ほとんどの男性は偽善であっても褒めてもらいたいようなんですよ。神戸メンタルサービスの平と申します。当社は1993年に創業いたしまして、時代はまだまだインターネットというものがありませんでした。ほとんど日本でもカウンセリングをご利用いただいているような人ほとんどおりません。さてさて、どのようにしてカウンセリングを広げていったらよいものやらと、いろんなことを考えました。まあ道行く人はあまたいらっしゃるけれども、カウンセリングなんか使ってらっしゃる人は誰もいないだろうな。どうしたらカウンセリングなんか使おうと皆さん考えてもらえるのだろうと、まあ道行く人を見ながら考えておりましたところ、こう思いました。男は諦めようと。頑固だし疑い深いし、あまりそういう新しいものにチャレンジをしてこないだろうと。だったとしたら、もうちょっと自分の感性感受性に自信をお持ちな女性を対象にいろんなことをチャレンジしてみようかなというふうに考えてみました。その時に、女性は一体どのようなものでどんなことで一番悩むのかなと考えた時に、それはもうとても簡単でしたね。恋愛、男女関係であろうと。ワイドショーにしてもそう、女性週刊誌にしてもそう、男女の愛憎問題、まあこれはもうずっと紙面を賑わしておりましたから、では心理学というものと恋愛をひっつけて、恋愛心理学というものを作ってみたらどうだろう、興味を持っていただけるのではないかと考え、恋愛心理学というものをちょっと考えてみました。当時はですね、パートナーシップレクチャーという全部カタカナで、なんやそれって言われるようなタイトルでやってみたんですが、あまりにも何をやってるかわからなかったので、全部漢字、恋愛心理学というのに1年ぐらい経って変えてみました。まあ当時は今も大体男女の心理というのは一緒でして、当たり前のようですが、まあ男性からメールの返事がない、まあそういうようなことが起こりますと、女性の皆さんは彼氏に連絡ください。メールメールメール。着信、着信、着信。まあ彼の携帯電話にはパタッて3時間後に開けると、まあ着信メールが18件、さらに連絡くださいメールが24件、まあ携帯電話分けて同時に閉めてしまいたいですよね。でこういうことを一般的な心理では、連絡がなかなか取れない人はしてしまいがちなわけですけれども、これをやればやるほどあなたに連絡は取りたくないですよと、冷静に客観的に考えたら分かるようなことを、あの手この手いろんな形で皆さんにお伝えします。あなたがすることなすことで彼はどんな感情を感じますか、何ですかそれ。恋愛っていうのはね、あなたが何を感じるかじゃなくて、あなたと一緒にいる時に彼がどんな感情を感じるか、それがポジティブで嬉しいとか楽しいとか面白いとか良い感情であれば、もっとあなたと一緒にいることでいい感情を感じたい。例えば男性が職場で我慢辛抱、もう我慢ばっかりしていて、楽しいとか面白いなんていう感情は一切感じない。でもあなたといる時には1日分の、1週間分の、人によっては1ヶ月分の楽しい、嬉しい、面白いっていう感情を感じることができたとしたら、あなたのパートナーにとってはあなたは唯一の癒し、憩い、あなたが一番のエンターテインメントになるんですよ。あなたといる時に、なんでもっと会えないの、文句、クレーム、だからあなたはダメなのよ、言いたいお気持ちはわかりますが、それを言われた彼は罪悪感、無価値感、なんかいい感情は感じませんよね。そんな風に
私が彼にどんな感情を感じさせているかチェックシートを作って一回チェックしてみましょうよなんてチェックをさせると、当時まあ今でもほとんど一緒でしょうね、8割方が不満と文句ばかりぶつけていた。これじゃあうまくいかないよね。そしてとてもシンプルなんですけれども、何をどうすればいいんでしょうかなんていう話が出てきたりします。彼にどういうふうにしたらいい感情を感じられますか。そうね、じゃあ難しいことは言わないから、作戦名、こんなの初めて大作戦、何なんですかそれは。とにかくデートをすると、こんな楽しいデートは初めて、こんな美味しいご飯は初めて、いっぱいお付き合いしたけどこんなに楽しいお付き合いは初めて、あなたは私のナンバーワンよ、いろんなところでこういうのをやってみましょうよ。最近なんかではこれの応用編として世の中ではさしすせそうなんていうのをよく言われてますよね。さあさすが、し知らなかった、す素敵、せセンスいい、そう何でしたっけ要はちょっと応用してそういうことを言ってみましょうよって具体的に教えてあげると人はとても簡単にやるんですよね。ところが今まで怒られて叱られてばっかりの彼女から急に褒められると、男性は喜ぶでしょう。で、それは臨床心理学をご存じない人です。ほとんどの男性はどうするかというと、今日なんで急にこんなに褒められるんだろう、疑います。だってあれだけダメ出しされていた私が今日こんなに褒められるっていうのは信じられないわけですから。何があるの、なんか欲しいものがあるの、こんな回りくどい言い方じゃなくてちゃんと言ってよって必ず疑い悪い態度を取りますよっていうのを教えておいてあげないと、なんなのよ私がせっかくあなたを褒めてるのにって、ここで壮絶な喧嘩が起こり、ジエンドになってしまうカップルもとても多いんですね。そうして実際やっていただくと、本当にほとんどの男子が疑い始めたり、いいよいいよもうそんなことを言わなくていいよって拒絶します。つまり多くの男性はなぜ今日私がこんなに褒められるのかを知りたいんです。私さずっと怒ってばっかりで嫌な女だったじゃない、最近さちょっと心理学のさメルマガなんか取って読んでみたらさ、あなたは彼を褒めてますかなんて書いてあったのよね。私さ褒めてないわけじゃないのよ、あなたを認めてないわけじゃないんだけど、恥ずかしいからそういうことはあなたに言わず文句ばっかり言ってたんだよね。私の中ではちゃんとあなたのことを認めてますと思ってますけど、それはあなたに伝えてないわけだから、あなたに文句ばっかり言う嫌な女だったじゃない、だから今日から反省して褒めることにしましたってあなたが言うと、ほとんどの男性は鼻の下を伸ばしながら、そうだったのみたいな話になっていくわけです。そしてこんな単純なことでなんて思ってもらいたくはないんですよね。例えば女性の皆さんは、男性はキャバクラに行ったりスナックやラウンジに行ったりガールズバーに行ったりするっていうのはご存知ですよね。なんで高いお金を払って行くと必ずお疲れ様っておしぼりをもらえます。タバコを吸われる方はカチャって火もつけてもらったり、今日も一日お疲れ様でしたって言ってもらえるんですね。心から言ってるんでしょうか。いいえ、そんなことぐらい我々男性も知っています。偽善であっても褒めてもらいたいようなんですよ、偽善であってもね。だから
もしそれを愛するあなたがしたとすると、こんな単純なことですら世の中の男性は大喜びになります。そして私たちは皆さんにやってみてくださいよって25年前に頼んでみました。そんなことで、そこからスタートし、私どもは今カウンセリングは月間3800本やっております。まあ、私どものカウンセリングをご利用いただいている皆さんは12時に予約センターがオープンしてもなかなか話し中でつながらないじゃないか。3800本のカウンセリングっていうのは、私どもの、まあ、プロカウンセラーが80人、ボランティアのカウンセラー登録いただいている方で今235、6名いらっしゃいます。この人たちで一生懸命やっているんですけれども、かかってくる電話は1万件を超えております。つまり、多くの人が効果があったというふうに認めていただいているわけです。私ども25年間ずっといろいろな男女関係に関して、心理学の学説はこうです、実際何十万人の人にやっていただきました。その結果こうなります。そしてあなたがそれに当てはまらないケースでは、きっとこんなことをなさったんじゃありませんか、こういうふうにしたんではありませんか、なんていうことをデータとして多分日本で一番私どもが持っております。次回は当時離婚寸前の夫婦をどのようにして私どもが癒してきたかを皆さんにお伝えします。今日の動画お役に立ったらグッドボタンよろしくお願いします。そしてチャンネル登録まだの皆さんはチャンネル登録もよろしくお願いします。またお会いしましょう。こんにちは、神戸メンタルサービスの平です。今日はニコニコチャンネルでも恋愛心理学勉強できますよというお知らせです。10分15分じゃちょっと短いなと思われる皆さん、さらに皆さんが恋愛力アップアップのために、毎週水曜日ニコニコチャンネルでニコ生の生放送っていうのを水曜日21時からやっております。月額550円の会員制のチャンネルなんですが、9時から9時35分までの間は無料で皆さんにも見ていただくことができます。さらに月額550円、会員の皆様、会員になっていただく皆様には恋愛心理学のレクチャー動画、さらに音声配信で今まで有料でお売りしてたものも聞き放題、今だけで20本ありますよ。どん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 これを増やしていく予定なので、決して損はさせません。皆さんの恋愛力アップアップのためにニコ生チャンネル登録よろしくお願いします。待ってます。こんにちは、今日は皆さんにお知らせがあります。私はなんでこうなんだろう、彼はなんでああなんだろう、そんなことを知りたい皆さんに、私どものオンライン講座というものがございます。いつもここで見ていただいています恋愛心理学講座の他に、心理学入門講座、さらにカウンセリング講座なんていうのもあります。カウンセリング講座というのはカウンセラーになる人だけではありません。カウンセリングっていうのは、彼はなんでああなんだろう、こんな時に彼になんて言ってあげたらいいんだろう、まあいわばパートナーシップ、つまりあなたは彼の専属カウンセラーと言ってもいいかもしれませんよね。1ヶ月オンライン講座フリーパス2万3100円で10講座も受けれます。3ヶ月のオンラインフリーパス6万3800円、人によっては1年間のオンラインフリーパスを勉強しちゃうなんていう人もいますね。これは179,300円、もう一講座に割ると1000円ちょっとでお勉強できてしまいます。もしこういうことに興味がある、またカウンセラーになりたいなんて思っていらっしゃる皆さんは概要欄の方をチェックしてくださいね。もしよろしければ無料説明会というものをズームでやってますので、一度
来ていただけませんか。そうするとですね、皆さんに入会金無料、そして一つの講座、お試し講座って言うんですけれども、ズームの講座を一つプレゼントいたしますから、それでどんなものかちょっと見に来ていただくこともできます。人にとっては本格的にカウンセラーになりたいっていう人、まあ私どもではとてもたくさんいらっしゃいますけれども、一度無料説明会にお越しください。よろしく。